はい、どうも皆さんこんばんは、サイテーマンです。ドラゴンクエストビルダーズ2、今日もね、やっていきたいなと思います。で、前回のあらすじなんですけれども、牢獄に入れられてしまいまして、で、キャベツを作ったかなと思ったら、キャベツを燃やさせるみたいなね、なんかちょっと鬼畜なことをさせられましてね。これ出れないか、出れないな。俺夜ちょっと出ようかなと思ってたけど、無理か。ちょっとね、脱出方法が前回のパートで全然わからなくてですね、全く進まなかったんですけれども、こうして監獄島に連れてこられて4日が過ぎた。空っぽ島でルルたちが待っている。いつまでもここにいるわけにはいかない。なんとか脱出する方法をね、このパート内で探っていきたいなと思います。もうずっとこうしてるわけにいかないですからね。俺は脱出してピラミッドを作らないといけない。朝の点呼の時間だ。点呼の時間にはね、一応これ外に出してもらえるんですよね。牢を出て広場へ行け。少しでも遅れたら懲罰棒送りだと。なんとかあいつらと協力してさ、あの5人と協力して脱出するみたいなこととかできないか。いやー、なんか怪しいポイントとかあるんですよね、こっちとか。怪しいポイントとかはあるんですけど、ただね、脱出の方法、タイミングが分かったとしても、ここの島、断崖絶壁なんですよ。ご覧の通り、ちょっと海が周りに広がってて、脱出の方法がないんですよね。どうしていくかってことなんだかな。これで3号房の囚人は揃ったな。少ないな、3号房の囚人。何千何番とか言ってんのに、えらく少ないよな。腐り切った小島の頃破壊して構成に励むのだと。6000何番とか言ってるのに少ないよね。それいいのか、それ突っ込まない方がいいのか。それは、いや、ほんとキャベツ作ったと思ったらいきなり燃やさせるっていうね、なんかドラクエ5のやり口です。ドラクエ5ぐらいの精神的なダメージがあります。俺子供の頃にね、ドラクエ5やった時にマジでちょっと病んだ時ありましたからね。あれ8年間放り込まれて、独房にね、放り込まれて、で、奥さん、それ、独房から出てきて、嫁さんと結婚して、ビアンカが何年間石化させられるっていう、まあ、奥さんだけじゃないわ、自分もだ、何年間も石化させられるっていう、これまたキャベツの種を植えるのが、させられるっていう、これ、いきなり燃やすってのどう？いきなり燃やしてからの、キャベツ植えってのどうですか？この藁があったから、あのキャベツできた時に燃やさせられたけど、藁を最初にもうどけてしまっていたら燃やす術がないんじゃないか。まあ、とりあえずじゃあ32個植えていきます。で、ビアンカがね、ちょっと独房から出れたと思ったら、嫁さんがね、綺麗な嫁さんが石化させられて、また何年も過ごさせるっていうね。で、親父は幼少期に、子供の頃に殺されてみたいな。ドラクエ5の主人公ほどね、悲しいものありませんよ。で、主人公なのにもかかわらず、ドラクエ5の主人公って勇者じゃないっていう、その辺もまたちょっと苦行なんですよね。ドラクエ5もまたやりたいなと思ってます。ライブでね。まさかもうキャベツの種を植え終わったのか。近いうちに本当にやりたいなと思ってます。まずは4からかな、やるとしても。で、脇様には褒美として自由な時間を与えてやる。人間は時間を持て余すと、おのずと己のことを考えてしまうもの。構成に励む囚人にこそ自由な時間が必要なのだ。さあ、6207番、せいぜい退屈な時間の中で己の無力さをかみしめるがいい。まあ確かにこれ、ニートをね、追い込む時の手法です、これね。時間が有り余っていて、いろんなマイナスなことを考えていくっていう、僕もたまにありますね。ち、偉そうに。何が褒美だ。だが確かに退屈な時間があると余計なことを考えちまうな。ほんとそうなんですよね。だから、なんか結構忙しい方があんまりいろいろ考えなかったりするんですよ。俺は結局どっからどうやって空っぽ島に来たんだ。そしてどうして俺だけが物を作れないんだ。俺は早速これ考え込んでますからね、指導君が。変なことに考えを巡らせ始めたら、あの監視の思うツボだ、だと。確かにお前の言う通りだ。危なかったぜ。そんなくだらないことより、ここから脱獄する方法を考えようぜ。ここにいる囚人どもなら脱獄の方法を知ってるかもしれない。まあここにいる囚人が脱獄の方法をもし言っているんだとしたら、もうとっくに脱獄してるよね。
この監獄島のことをいろいろ聞きたいだって。この畑の連中は最近監獄島に来た人たちばかりだからね。事情に詳しいのは倉庫番のモンバーもとい784番だ。自由時間なら話を聞きに行ってもいいんじゃないかな。まあとりあえずモンバーといえば向こうのやつなんですけど、まあとりあえず全員の話だけ聞いていきましょうか。この監獄島から脱獄したい、何か手はないかだって。なんて恐ろしいことを言うんだ。そんなこと口に出すだけで懲罰棒送りだよ。懲罰棒には凶暴な大木槌が入れられているらしい。その魔物の隣になんか入りたくない。君たちは自由時間かもしれないけど、僕たちは労働の時間なんだ。もうあっち行ってくれ。だいぶ毒されてんな、あいつ。金髪のやつ。今日はなんだかやる気が出ないぞ。こんな時はハーゴン教団の魔物の心すら奪う、とっておきのあれを読むことにしよう。何なんでしょうか。なんか書物的なものがあるんでしょうか。教団がどのようにして人間を信者にするか教えてあげよう。それは人間に一時の希望を与えることさ。一時の希望を与える。彼らは人間を泳がせる。もうすぐだ、もうすぐなんとかなる、そう思わせておいて一気に潰すんだ。ほう。だからつまりもうすぐ脱獄成功するって思わせて脱獄できないみたいなことですよね、要は。だからもうすぐ脱獄成功するって思わせて期待を裏切ってそのまま成功させちゃうみたいな方法で脱獄できるんじゃないか。絶望をもたらすには効果的なやり方さ。これは奴らのいつもの手口なんだ。だから脱獄をあえてこう企んでますアピールをして、脱獄をこう泳がすじゃないですか、こいつらは。でそのまま実は脱獄しちゃうみたいな方法とかなのかな。あんたたちずいぶんのんきに歩き回っているね。ここは監視は厳しいが、思いのほか自由な時間が約束されているのさ。その連中の狙いなんだろうがね。厳しすぎても強大な反発を生み出けたよ。飴と鞭を使い分けておるのさ。なるほどな。この監獄島を抜け出す方法を知りたいとな。言っただろ、この監獄島からは決して抜け出すことはできないって。いくらあんたがビルダーでもこればっかりは。あれは何、スライムか。スライムなんているんでしょうか、教団に。スライムか、この島にもいたんだな。このスライムあんたに興味を持っておるようじゃ、なんと趣味の悪い。物は試しあんたにこれをやろう。何でしょうか。お、魔物使いの指輪。魔物と仲良くなろう。あ、そうそう、モンスターってね、ドラクエ11とかで話をしたことがあるかなと思うんですけど、モンスターってね、元は悪いやつじゃないんですよ。元から悪かったモンスターってのはほとんどいないんですよ。なんか洗脳されて、もしくはなんか操られて、その悪いモンスターになるっていうことが多いんですよ。でもモンスターって根っからは悪いやつってほとんどいなくて、いわゆるだからここで働いてるモンスター、骸骨とかも、要はハーゴンに、何これ、あ、時間があるんだ。ハーゴンに洗脳されて悪いことをしてるっていうだけで、モンスターっていうのはもともと悪い生物じゃないんですね。まあ、これは大の大冒険とかの受け売りなんですけど、その支配を逃れたモンスターっていうのは悪くないんですよ。スライムが仲間に加わったと。だから人間に協力するモンスターもいれば、竜王とかに協力するモンスターもいるんですね。あ、これ名前か。スライムといえばね、ルーキーですね。スライムの名前といえばルーキーでしょ。ルーキーにします。ルーキーっていうのはドラクエ6のスライムの仲間、スライムの名前ですね。魔物に餌をやって仲間にしたのか、なかなか面白い方法だな。ありがとう人間さん、僕悪いスライムじゃないよ、なんて言うと思ったか。俺様の名はスライハルトってんだ。スライハルト、4文字しか打てなかったからな、名前。変な名前つけてんじゃねえ。4文字しか打てなかったが悪いな。ルーキーってのも悪い名前じゃねえ。あんたの好きに呼べばいいさ。そうか、このスライムはあのマーカスに懐いていた。なあ、あんたビルダーなんだろ。俺が脱獄奥の手助けをしてやんぜ。ビルダーと俺様なら絶対できる。スライム無勢が偉そうに。目つきの悪いあんちゃん、こいつのダチなんだろ。俺様があんたも逃がしてやんぜ。
脱獄ってのは太陽の下でやるもんじゃねえ。今日の夜から作戦開始といこう。まあ、確かに夜脱獄するっていうのに案には俺も賛成なんですけど、夜さっき脱獄試みようとしたら出れなかったですもんね、独房の中から。あれをどうするんだっていう話なんだよな。夜になるまであんたの服の中に隠れさせてもらうぜ。確かに夜脱獄するっていう案には賛成なんだが、出れなかったからね、独房の中から。夜はベンチに座って夕方を待つか。まあとりあえずじゃあ待ちますか。どうなるかわからんが、とりあえずもうじゃあ待ちましょう。てか自由時間長くない？こんな自由時間でいいのか。今日の構成はここまでだ。自分の牢に戻れ。これある意味めっちゃ楽じゃん。指導君と喋ってるだけで一日が終わりましたよ。俺のなんか俺の毎日みたいな感じですね。喋ってるだけで一日が終わるっていう。あ、これ夕食か。これ夕食になるんだよな。こうなったらもう独房から出れないんですよね。で、これ指導君は夕食抜きなんですね。指導君もかれこれ4日間飯食ってないですからね。大丈夫なんでしょうか。食うか、指導。いらないか。まあ、とりあえず、じゃあ、独房に戻りますか。こうなるとね、脱出できないんだよな。どうせよっていうことなんでしょうか。まあ、とりあえず、じゃあ、独房に戻ります。スライムが何とかしてくれることを願いつつ。こうなるとどうしようもないよね。あとなんか、この雰囲気、この雰囲気さ、俺がビルダーズバンで作った、監獄風レストランに、妙に似てるよね。この、なんか、フリービルドでやったんですよね。ビルダーズバンで。さあ、自分の牢に入れ。朝まで出ることは許されない。いよいよ脱獄に向けて動き出す夜だな。あの生意気なスライムがどこまで役に立つかわからないが、なんとか脱獄して島に帰ろうぜ。あいつらに任せてきたピラミッドのことも気になってんだ。ミルズやオンバあたりは俺がいないとサボるかもしれないからな。そうそう、俺はこんなことしてる場合ではない。そして島に残してきたみんなが無事に生き延びてるかどうかっていう、それもちょっと気がかりなんでね。こんなとこでとどまってる余裕はないですよ。さあとっとと寝るんだ。まあ、俺と指導君が抜けてるから、みんなもちょっと心配ではあるんだよな。モンスターと戦ったまま残してきたじゃないですか。何を脱ぼうとしてやがるんだ。あんたここから抜け出してんだろ。実はあんたのこの部屋はちょっとした仕掛けがあんのさ。部屋の中をよく調べてみな。部屋の中を調べる？これか。扉は固く閉ざされている。開けることはできない。ほう。あ、これか。すごい匂いがする。これは囚人のトイレだ。うーわ、これトイレじゃん。これ調べる的な。手を突っ込んで中を調べますか。うわー、ここに来てまで。俺、独房に入れられてまで俺、こんなことしないといけないのか。まあ、確かに脱出するためなんでね。これはやむを得ないです。調べましょうか。なんもないんかい。何もないのかよ。何なんだじゃあ。意を決したぞ、今。何を脱ごうとしてやがるんだ。部屋の中をいろいろ調べてみろよ。もし全部調べ尽くしたなら、どこか壊せるところがねえかやってみろよ。これ？ベッドをどかしたなら、あんたなかなか勘がいいぜ。下に何がある？そこの地面あんたならどうにかできるんじゃねえか。壊すのかな？あ、壊せるわ。ほう。ベッドの下を掘って隠された穴を見つけたな。早速下に降りてみようぜ。なるほどな。地下室に出たか。なんでこんなところがあるんでしょうね。過去に誰かが脱獄しようとしたみたいな。ここは俺の古い太刀がコツコツ掘ってた穴でな。そこの壺にヒントがあるぜ。まずは中を調べてみやがれ。うん。壺って言ってたな。強烈な匂いがする。かなり汚れた壺だ。手を突っ込んで調べますか。まあ、やむを得んな。なんもないんかい。こっちか。なんなんだ、さっきから。こっちか。
あ、これか。なんと壺の中汚れた紙切れを見つけた。なんださっきから。なんで俺こんなトイレ探らされてんだ。見つけたか。そんな汚いもん高々と掲げやがって。俺も好きで掲げてるわけじゃない。板のテーブルに置いて何か書いてあるか読んでみな。よいしょ。何か書いてあんだ。脱獄計画。脱獄せよ。私は世界中の牢獄を脱獄してきた男、人呼んで脱獄の王。私は今夜誰一人抜け出したことがない監獄島からの脱獄に挑む。懐いてくれたスライムを島に残していくのは残念だが、私は脱獄の王。脱獄こそ私、私こそ脱獄なのだ。どういうことだよ。私は必ずやり遂げる。しかしもし道半ばで倒れたら、誰かが私の意志を継いでくれると嬉しい。脱獄王マーカス。なんかがモデルがいるんですかね。脱獄王マーカス。アメリカとかに脱獄のなんかみたいな。プリズンブレイクがモデルみたいな。脱獄王マーカスはわざとハーゴン教団に捕まってこの島からの脱獄に挑んだ。バカじゃないか。この監獄島から脱獄したいがためにわざと捕まったらしいです、マーカスは。しかし脱獄は失敗に終わり、奴はそのまま行方不明になっちまった。俺様は脱獄をマーカスに憧れてな、あいつの意志を継ぐ奴を待ってたんだ。俺様と一緒に監獄島からの脱獄計画を成功させてくれねえか。そう来なくちゃ、そんじゃ脱獄島脱獄計画のスタートだぜ。監獄島か。てっ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 ていうか、もうそのゲーム感覚なんだよな。命がけなんだかな、こっちは。思いっきり出花をくじくが、早速問題ありなんだ。この島は荒れ狂う海の中にある。もし牢獄から脱出できても船がねえと、脱獄は成功しねえのさ。そうなんですよね。船ごと教団にとっ捕まっただと。こいつはいい。その船が島のどっかに残されていれば、そいつを使って脱獄できる。そうそう、船長もどこにいるかってことなんですよね。だから俺が連れてこられた時に船乗ってたじゃないですか。その船がここの島にあれば、その船で脱出できるみたいなことなんでしょうね。とりあえず指導くんと合流することが先決だと思うので、どこか掘れるところがないか、それをちょっと探っていきましょう。この辺怪しいな。こっちだ。よし。砂の壁を壊したんだな。あんたいい拳持ってんじゃねえか。道はまだ続いてるみたいだぜ。うん、とりあえず指導君と合流しないとダメですね。隣の部屋って言っていたので、とにかくがむしゃらに進んでいきましょう。よいしょ。船長もどこ行ったのかわからないしね。こっちか。とにかく闇雲に進んでいくしかない。今はこっちだ。なんか松明みたいな奥に見えるんだが、あれはマーカスが置いたものでしょうか。教団のやつらじゃないよね。マーカスが多分置いたんでしょうね、この松明は。こっちか。あ、こっちだ。合ってる合ってる合ってる。よいしょ。お、なんか寝てる？死んでんのか。建物の中に出たな。何があるか調べてみようぜ。返事がない。ただの屍のようだ。返事がない。ただの屍のようだ。うん、なんか宝箱がありますが、俺のなんか道具没収されたじゃないですか。服とかあれ返してもらえればワンチャンあると思うんだよな。これは天国の炉。追いさらばえて死んだ者、運悪く死んでしまった者はここで弔われる。死して剣士となり、ハーゴン様に仕えるのだ。書かれた文字はここで終わっている。要はだから、骸骨兵に生まれ変わる場所みたいなことでしょうかね。名前だけは救いがありそうだが、こんなところで終わりを迎えるなんざ、まっぴらごめんだな。要はだから、ここに放り込まれて、骸骨兵にさせられるっていうことなんでしょうかね。こっちは。あー、なんかありそうだが、とりあえずこっちから見てみよう。
とりあえず行き止まりが近そうな方から見るっていうのはセオリー。お、船長生きてる、生きてる、船長生きてた。ここはなんだ、こいつ死体じゃねえのかよ。さあイテイマーさん、よくぞご無事で。どうやらずっと眠っていたらしいな。死体だと思われてここに入れたられたんだろう。脈見りゃわかんのにな。ここはどこでやすか、足の大事な船はどこでやすか。あんたの船の船長だな。船長も一緒に来い。この建物の中をもっと調べるんだ。はい、とりあえず船長と合流しました。あとは指導君とどこかで合流できればいいんですが、うわぁ、これどうやって抜け出すんだっていう話なんですけど、まあ多分こっちが本命だと思うんですが、この部屋とりあえず全貌を調べておきます。血は何もなしか、何もなしか。これちょっと怪しいが、違うかな、違うか。はい、ということなんですけれども、ちょっとね、脱出の糸口が見えてきたということなんですが、この階段の上にね、多分何かあるかなと思うんですが、指導君ともね合流できるかなと思うんですが、まあ、一旦この辺でこのパート終わりにしようかなと思います。ということで、また次回をお楽しみに。サイテイマンでした。ありがとうございました。